はい、大日王子城さんの昭和2歳です。サイズは53センチ、親子ビッグスターです。お願いします。はい、親子ビッグスターです。はい、非常に、体のラインが綺麗な声です。そして、紅にも、薄めの紅をしていて、非常に艶のある紅をしています。そして、まだ、墨が出てませんが、はい、この白地の、肩の墨、これが、出てくると非常にインパクトのある、声になってきます。もうこちらの方も、はい、墨が、はい、出てますね。出てきてます。出てます。はい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 。元黒もしっかりしてます。はい。こちらも、墨が巻いています。で、乙女の方も白地に墨を持ってます。はい。やっぱりビッグスターは素直な体型の声が多いですね。そうですね、まあ、ビッグスターも93センチあって、そのまたビッグスターのまた親も97だったか、非常に大きい声でした。はい、素直な体型をしているので伸びてくれるんじゃないでしょうか。はい、まあ、本当にね、この、紅はもちろん薄紅って言って色の薄い紅じゃなくて、この表面に、表面だけにある紅で、こういう薄紅は、ものすごい艶の出やすい紅なので、まあ、本当にこの声が、大きくなった時にまたこの薄紅が、非常に生えてくると思います。自分がこういう 薄い紅が好きなのは、あと大きくなった時に、下りにくい紅なので、まあ、その紅がついているので、この鯉の魅力の一つだと思います。はい、だから爪の変化も楽しめるし、はい、紅の艶も楽しんでいただけると。はい、まあ、本当にこの肩の墨の出方が非常にいいので、本当に徐々に出てきて、徐々に飼育しても楽しみな鯉だと思います。はい、いかがでしょうか。大日王子城さん、昭和2歳メス53センチ、親鯉ビッグスターです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。